嬉しかったです。やっとやって感じだったですね。もっとみんな来てくれるかなと思ったら思ったよりみんな遠かったんで、ちょっと一人で悩んでたっす。まあ俺も俺もってなるのが普通でしょうね。そうですよね。町野選手からスタメンを奪いたいと、そんな話して入って取ったチャンスだ。鈴木だ、シュートだー。鈴木亜希斗先制ゴール。うまく背後を取ってゴールを決めていきました。太陽君がいい形で前を向いたんで、まあ、そこでまず前向きの時には背後っていうのを意識してたんで、裏出た時にキーパーがちょっと前に出てたんで、まあ、そこで浮かすか悩んだんですけど、キーパーが下がったのが見えて、まあ、落ち着いてトラップして、あとは、まあ、横も山本君が走ってたんで、それを見ながらニアに蹴るっていうことだけ意識してシュートしました。まあ、逆足っていうのもあったんで少しまあ緊張したんですけど、まあうまいこと言ってくれたっていうのがあります。最近は途中出場で長くて30分とかなんで、まあ、体力の使い方というかそういうのはあまり気にしてなかったんですけど、やっぱスタメンになると、まあ、体力の温存の仕方であったり、そういう90分通して その体力っていうのが一番難かったのがあったんですけど、まあ、他にも相手の戦術っていうのは自分で見てやらないといけないっていうのがあったんで、まあ、そこは一番難しかったかなと思います。パスできるところであったりシュートできるところであったりっていうの判断はまだまだダメなんですけど、戦うっていうところでは90分通してチームとしてもできてたんじゃないかなっていうのは思います。ゴールパフォーマンス、いや結構悩んでるんですけど、前半とか特に相手のベンチ側とかなんで、その時はちょっと難しいですね。後半とかだとやっぱサポーターとかもベンチ側も近いんで、まあいけるんですけど、ゴールパフォーマンスが募集中です。やっぱ去年とは違って、まあ、今年慣れたっていうのもまあ一つあるんですけど、自分からなかなか行動できないっていうか、自分からその守備行くとこであったりそういうのがちょっと迷いながらやってた部分もあるんで、まあ、それが去年1年かけてやってきて、今年それが迷いなくいけてるのが自分ではいいかなと思います。まあ、まだリーグ戦では個人としてはまだゴール上げれてないので、まあ、そこでゴール上げれたらいいんですけど、まあ、まずは勝利のチームに貢献できるようにもっともっと頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。